皆さんこんにちは、小島春菜です。もう11月になるんですけど、今日はすごく天気が良くて、この日の当たり方とかすごく気持ちが良かったので動画撮ろうと思って今カメラを用意しました。私のこの YouTube の動画は結構天気に左右されるかもですね。よし。そして今日は何をお話しようかなと思ったんですけど、私の普段やっている0円美容、いろんな美容の方法があると思うんですけど、その中でもお金をかけずに行っている美容の方法をお話ししようと思います。まずは基本中の基本になってしまうんですけど、もう何百回も何千回も聞いてると思うんですけど、やっぱり一番大事なお水を飲むことですね。私は1日どれぐらい飲むとかはないんですけど、よく1日2リットル以上飲みましょうとかいう話を聞いて、あ、ハードル高いなって思うんですけど、どのくらい飲んでるとかは意識せずに、目についたら飲む、水が見えたら飲むようにしてます。だから撮影とかでも水が用意されていたら1本いただいて飲むようにするし、寝る前とかベッドに水は必ず置いとかないとなんか不安になっちゃう。もう普段出歩く時に必ずお水を持ち歩くようにしています。お水の種類は普通のお水、ガス入り、ガスなし、どっちも好きだし、温泉水も好きで、あと最近はシリカの入ってるお水とかも飲むようにしています。お水をたくさん取っていると水分が多くて満たされている感じがもう全身で出るので、意識してお水は取るようにしています。そして飲み物でいうと、白湯もなるべく飲むようにしています。で、白湯はもう何年も気がついたり余裕がある時に続けていることなんですけど、なるべく鉄瓶で沸かしてゆっくりお家で飲むようにしています。現場とかでウォーターサーバーで熱湯とお水がある時にそのお湯を飲むこともあるんですけど、ちゃんと火で沸かしてゆっくり、そういう余裕のある時間を意識的に作るのも気持ちの面で大事かなと思います。意識をして取るものはキノコと根菜と、あとサーモンはもうあったら必ず取り入れるっていうようにしてます。普段何も考えてない、意識してない生活だとなかなか取り入れられないので、もう目についたら食べるっていうのをしています。あとはずっと続けていることで言うと、顔を洗った時のタオルで顔を拭かずにティッシュで顔を拭くことです。これももう多分10年以上続けていることなんですけど、顔に触れるものなのでなるべく清潔なものがいいと思うので、私は顔洗ったら必ずティッシュで顔を拭くようにしています。あとは仰向けでまっすぐ寝るようにしています。こうやって横になったりすると顔が潰れちゃうのかなって思うので、仰向けで寝るように意識してます。結構難しいんですけど、こうやってずっと時間を過ごしてたらこういう顔になっちゃうのかなって思って仰向けで寝るようにしています。あとはもうすごい基本中の基本だけど、湯船に必ず入るようにすることですね。忙しくて湯船に入らなかった時期もあるんですけど、やっぱりなんか代謝が悪い、体が重いような気がしたので湯船には必ず入ります。湯船に入りたくなるような香りとかそういったもの、そういう空間作りをするように心がけています。自分が普段なんとなく気持ちよく過ごせる体重、ベストな体重を自分の感覚で分かるように、感覚を覚えておくっていうのも大事だと思います。あとファッション、最近リラックスシルエットで楽で可愛いお洋服がもうたくさんあって、ハーリップトゥーでも作ってるんですけど、それだけになっちゃうともう
体型のことを意識しなくなるので、ボディコンシャスなドレスを1週間に 2,3 回着るようにしています。そんなボディコンみたいな話ではないんですけど、ニットとかカットソーの素材で体のラインが綺麗に出るようなお洋服を着たり、あとはボーイフレンドシルエットのデニムとかワイドパンツがどうしても多くなってしまうので、スキニーを履いたり、そうやってファッションでも意識をするようにしています。あとそれで言うとフラットシューズばっかりになってしまうんですね。どうしても家と仕事の往復だともうフラットシューズが楽でそうなっちゃうので、なるべくヒールもたまに履くようにして意識を上げるっていうのも大事だと思います。オフィスだとスリッパになるんですけど、その時も普通のフラットなスリッパじゃなくてヒール付きのスリッパを履くようにしてるかな。やっぱヒール履くと気分が上がるので、そういう日を意識的に作るようにしてるかなと思います。はい、そしてマッサージ、自分で行うマッサージはいろんな説もあっていろいろあると思うんですけど、私は撮影前だったら自分でもう耳をとにかくほぐしますね。詳しいことはわからないけど、とりあえず耳をほぐしまくります。そうすると血行が良くなってむくみが取れるので耳をほぐします。あとここリンパを流します。でここ痛っ、この骨のところ、リンパも流します。ここまでセットかな。こっからここに流すって感じ。耳をやって耳の裏からここ流して、首筋からこの骨のところに流すっていうのを撮影だったらやります。あ、なんか熱くなってきた。ぐっと眉毛を押す。目が開いてきた気がする。あとはおでこを柔らかくしておく。やってない人だとここ激痛なんですけど、ここは全然もう私何も痛くない。おでこを柔らかくします。そうすると目がパチってなる気がする。普段やってない人、ほぐしてない人激痛だと思うので、とにかく耐えてください。ここは柔らかくしておいた方がいいかなって思います。あとは下回し。疲れた。これがちゃんとやってると疲れなくなります。あとは最近だとマスクで表情が隠れているので口角が上がってないなって思うことが多いので、なるべく口角を上げようって思って意識をするようにしています。あとは何だろうな、気持ち的なマインド的な話になるともう別の動画になっちゃうし長くなるんですけど、なんか自然に意識で綺麗になっていくっていうのって、やっぱり人から見られてることを意識するっていうのが一番影響が大きいかなって思うので、私のような仕事をしているとそれが当たり前なんですけど、見られてる意識を持つと自然と磨かれる気がします。でもポジティブな気持ちでフレッシュな気持ちでいるっていうのが大事かなと思います。リアルの世界だけではなくて SNS 上でもそうかなと思って心がけています。 SNS だからいいだとか、何でも書いていいだったりとか、あとシークレットアカウントだからいいやっていうのは私は
そう思っていなくて、自分の発信した言葉で人にも影響あるし自分にも影響があるので、そこは美しくしておきたいと思うし、それが気持ちの美しさだったり健康さに影響があると思うので、そういった意識をしています。はい、ということでお話ししましたが、なんかまた天気が良かったら動画撮ります。Vlog の形式でも動画撮りたいなって思ってるのでね。まだ11月ってこんな感じだったっけっていうくらいあったかい日もあったりするんですけど、また晴れたら何か撮ります。この動画が良かったらグッドボタン、そしてまだの方はチャンネル登録お願いします。ということでバイ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 。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。